それでは富永愛流金賞五冠本麒麟を家で楽しむ5つの法則マル秘エピソードのインタビューというところで始めさせていただきます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。まずは最初に先日の撮影を終えられていかがでしたか？すごく楽しかったです。動画の中で、料理を作ってるシーンがあるんですけど、実はそのカメラの前で料理を作るっていうのが初めてだったんで緊張しましたね。今回国内外のビアコンテストで本麒麟が金賞を5つ、取ったということで、初めてそれを富永さんがお聞きになられた時どんな印象とか感想をお持ちになりましたか？正直すごく驚きました。やっぱり世界の中で本物が出揃ってその中で勝ち抜くっていうことがどれだけ難しいことなのかっていうのはよく分かるというか、分かる、なんかこう、それってやっぱり素晴らしいことなんじゃないかなって思いましたし、やっぱりだからこその味なんだなと思いますね。本麒麟は今回の撮影で初めてお飲みになられたそうですけれども、もともと本麒麟の存在自体はご存知だったんでしょうか？もちろん知ってます。CM もよく見てましたし、美味しそうだなと思って見てました。実際に、買い物に行かれた時とかも本麒麟をご覧になったりしたことはありましたか？そうですね、もちろんスーパーにもよく行くので、目には入って気になってました。今回初めてそれで本麒麟をお飲みになられて、感想いかがでしたでしょうか？めちゃくちゃ美味しかったです。そしてすごく驚きました。味はどんな風に感じられましたか？ちゃんとコクがあって、で酸味もしっかりで、何より後味がすごく美味しいんですよね。もう本当に飲んですぐお気に入りですね。ちなみに例えばですけれども、富永さんが世界的な、なんかグルメ雑誌の編集長だとしたときに、どういうふうに本麒麟の味って表現されますか？ですね、じゃあコルシカ島の太陽のように爽やかな酸味と、アフリカの大地のようなしっかりとしたコク、苦味、さらに日本の北の雪のようなまろやかな泡、セマニフィック、全世界的な世界を回りました、ね、ありがとうございます。この、金賞五冠の味ということなんですけれども、これを楽しむとしたらどんなシチュエーションが良さそうですかね？そうですね、私はやっぱり手軽に日常的にこう取り入れていきたいなって思いますね。だから特別なシチュエーションというよりかは日常的のお供にしたい、そういった感じでしょうか？そうですね、もちろん特別な時でもいいと思うんですけど、日常のお供にしていきたいですね。ところで今年また暑い夏が、来そうな予感ですけれども、夏に本麒麟を楽しむ何か富永さんなりのまた法則って何かありますでしょうか？そうですね、動画の中で5つ法則はご紹介したんですけれど、夏、そうですね、やっぱり一番はキンキンに冷やすっていうことですよね。で私は缶のまま飲むのが好きだったんですけど、今回キリンの方に三度継ぎを教えてもらって、それをやった時はもうそれにはまりましたね。今回動画の中でさっきもおっしゃっていただきましたけれども、富永さんにその金賞五冠本麒麟を家で楽しむ5つの法則というのをご紹介いただいているんですが、これら5つの法則というのは普段から
本当に富永さんが実際に実践されていることなんですかね、うん、そうですね、その5つの法則の中でも特にこれは大事な法則なんだよっていうのを1つ強いてあげるとすればどれになりますでしょうか。そうね、迷いますね。自分へのご褒美っていうのもすごく大事なんですけど、やっぱり、法則5の本物っていうところですかね。本物を感じながら味わう、うん、なんかその理由って聞かせていただけますか。そうですね、私もこう本物っていうことに多少なりともこだわってお仕事させていただいているので、まあ、勝手に親近感があるというか本物って思いながらこう本物っていうふうに自分で感じながらいただくっていうのはやっぱりこういつもと違うお味がするんじゃないでしょうか。そのあたりも撮影の時に深く語っていただきましたよね。そうですね、はい、ぜひ見てください富永さんといえば10代で、まあ、華々しくこうデビューをされまして大活躍されて、まあ、その後しばらく休業期間を経られましたけれどもまたパリコレの舞台に戻られまして、うん、活躍されているのかなというふうに思います。一方で本麒麟なんですけれども、まあ、今回金賞5冠を取ったとはいえまだデビューして3年ばかしのブランドなんですね。これからもっとこう大きなブランドになっていって、まあ、長年にわたって第一線に居続けるっていう、うん、ことを実現するためにはどういうことを大事にするべきと思われますか。ちょっと難しい質問かもしれないすごく私が言うのは僭越なんですけど、でも3年なんですね。そうなんです。っていうことはルーキーってことですよね、いわゆる。でも3年でやっぱりこの金賞五冠って本当にすごいと思うんですよ。でやっぱりそれなりの努力っていうものがないと絶対取れないものだし、これをさらに長く続けていくっていうのはよりこう努力が必要なことだと思うんですよね。やっぱり努力をしてなければ第一線にいることってできないので、そう考えると、まあ、今までこれだけ頑張ってきたのであればこのままキープゴーイングっていう感じでしょうね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。ちなみにまた少しご質問がそれますが、最近ご自身の周りでこれは金賞をあげたいなって思われた方とか、なんか出来事って終わりですか、うん、そうですね、やっぱり今の状況がこんな感じなので、すごくクリエーターさんたちの力っていうのはすごく感じるんですよね。ものづくりっていう部分において、やっぱり今一度皆さん他の方たちも考えたことと思うんですけど、本当にまあファッションの世界でも日本の文化においてもクリエーターさんの力ってすごく大事なんだなって思います。まあ、最近お家で過ごす時間っていうのが長かったと思いますけれども、どういう過ごし方をお家で富永さんはされてましたか動画配信サイトで動画を見たり本当にでも家にいたんで、外に出るのは犬の散歩と買い物ぐらいで、あとは読書、動画配信とか、こんなにダラダラしてていいのかっていうぐらいな感じでしたよ。なんか新しく始められたこととか挑戦されたこと、挑戦したこと、また始めたのは写経を始めたりとか、あとなんだろう、ちょっといつもと違う料理をしてみたりとか、時間のかかる料理を楽しんだりとか、結構これも多かったみたいですけど、パンも焼きました。例えばどういったお時間かかる料理をされましたか。例えば下ごしらえにすごい時間がかかるものとか、例えばあれですよね、タケノコとか、タケノコもタケノコのまま買ってきて、なかなかそれをやる時間がいつもないんですけど、アク抜きしてから
土佐煮にするとか、炊き込みご飯にするとか、そういうのも楽しんでました。今回カメラの前でお料理を披露されるのは初ということですけれども、改めてその撮影の時の、カメラの前での料理初披露、いかがでしたか？すごく緊張しました。普段いつも何も考えずに玉ねぎを切っているのに、テレビの前だとあれどうやって切るんだっけって、繊維に向かって垂直なのか平行なのか分かんなくなるっていう不思議が起こったりとか。富永さん、緊張されることってあるんですか？いや、緊張しましたね。普通のいつもの仕事より緊張したと思います。特に料理シーンで苦労された点ってありますか？今回サバのココナッツカレーを作っていただいたかと思うんですけども、はい、難しかった工程とか特に印象的だったシーンとかってありますでしょうか？サバのココナッツカレーはすごく簡単なんですよ。で、時短でできますし、なんだけれど、玉ねぎを切って目が染みたっていうのがちょっと撮影中だったんで、どうしようかなってこう涙が出てきて、ちょっと戸惑いましたね。なるほど。ちなみに富永さん、お仕事で長期間海外に滞在されることも非常に多いかと思うんですけれども、はい、そんな時でもお料理っていうのはされるんですか？そうですね、パリにいた時とかは朝一っていうのがあって、朝一に行って食材を買って自宅で料理したりしてました。そこでもやっぱりその朝一でしか手に入らない食材とか、なんか調味料とかを揃えられたりするんですか？やっぱり朝一っていうだけあってすごく新鮮なので、普通のスーパーに行くよりも野菜も元気だし、魚も美味しいし、お肉ももちろんそうですけど、やっぱりそうやって作り手の皆さんと交流できるっていうのもすごくいいポイントですよね。なんかこうフランスというと美食の国っていうようなイメージがあるんですけれども、やはりその食へのこだわりっていうのは強い国なんですかね？そうでしょうね。でもなんかフランスの方たちってお家で作る料理って結構簡単なものが多くって、とりあえずグリルに入れるみたいな、そういうのが多いんですけど、やっぱりその外に食事をしに行くっていうことにすごくこだわりを持っていて、やっぱりクロスのかかったテーブルできちんとした着飾ってこうきちんとした食事をするっていうのはすごくこだわりがあると思います。なるほど。今回そのフランスでも結構簡単なお料理が多いということですが、本編でも簡単なお料理として、はい、サバのココナッツカレーをいただきましたけれども富永さんの一番の得意料理というと何になるんですか？もしくは最近ハマっている料理とか。最近ハマっているのは中東料理のラム肉と白いんげん豆の煮込みなんですけど、ラム肉すごく好きなんで。それも仕込みとかが大変そうなイメージを持ったんですけど。そう、意外と本当はちゃんとそのいんげん豆を煮るときに肉と一緒に煮なきゃいけないんだけど、そこは時短で煮てあるいんげん豆とラム肉煮るだけなんで結構簡単です。今回撮影の中で料理以外で、印象に残ったシーンというのはありましたか？缶を開けるときに、人差し指で開けるのか親指で開けるのかっていうので現場がちょっと揉めるっていう揉めてないですけど、私は親指だったんですよ。で、人差し指で開ける人もいるっていうのにすごく驚いて、人差し指で開けてみたんですけど開かないんですよね。だ多分コツがあると思うんですけど、動画では人差し指で開けてます。富永さんはどちら派？私は親指派。親指、いや本当にずっと親指で長年開けてきたので、人差し指ってね開けるのもあるんだなと思いましたね。
はあの撮影後にあの3度継ぎ、さっきもおっしゃってましたけれども、はい、これのレクチャーを受けられたというふうに伺ったんですけれども、それいかがでしたか？実際にやってみて。いや、実は3度継ぎっていうものを知らなくて、あのキリンの方に見せていただいて、最初こうやってるのをね見せていただいた時にめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。で、それが自分でできたらどれだけおうち時間が楽しくなるんだろうなって思って、まあ、練習しましたね。ご自宅でも挑戦されたとか、はい、あの撮影して帰ってすぐやりましたうまく成功されました。意外とねうまくできましたよ。今日その3度継ぎ、はい、再び、はい、あのまあ、富永さんにこの品種五感の本麒麟を PR いただくために、3度継ぎをぜひお願いしたいなというふうに思っているんですけれども大丈夫でしょうか？はい、できるかな、頑張ります。はい、では3度継ぎ今回また、挑戦いただけるということで緊張されるかと思います。はい、緊張します。はい、お願いいたします。はい、では親指で開けます。いや、できるかな。よし、あ、もうちょっとだったかな。この待ってるのがねまたね楽しいんですよ。ちょっと言ったかったな。でもグラスの形も大きいですよね。グラスの形によって全然違いますよね、泡立ち方も。だいたいどれぐらいまで？だいたい半分ぐらいになったらっておっしゃってましたね。もういいかな、もういこうか。じゃあ2回目。あ、危ない。ちなみにご自宅で挑戦された時も同じようなグラス？いや、家だったらもうここでちょっと泡飲んじゃうんですよ待ちきれながらそう、おっととか言ってくるの飲んじゃうんですけど。グラスの形は一緒のような？グラスの形、うちのはちょっとこう広がってるんですよ。で、ちょっとちっちゃいので全部継ぎきれないのが残念なんですけど、これはどのあたりまで？どのあたりまで、でも 3対7ぐらいになったらって言ってたから、もうちょっと、これがこうきめ細かい泡を作るポイントなんでしょうね。もういいかな、もういいかな、まだもういいかな。こう焦っちゃいけないんですよね、こう入れたくなるんですけど、いいかな。で、最後ね、優しく入れるのがポイントなんですって。よっしゃー、これこれ美味しそう、すごい、これ美味しそう。いや、美味しそうなんですよ、本当に本当に完璧じゃないですか。え、すごい、できた。どうですか？いや、嬉しい、できたかも。何点ですか？70点。あとどこが30点？なんかもうちょっと多分どっかが間違ってて、もうちょっとここら辺もきめ細かい泡になるんじゃないかなと思います。頑張ったらありがとうございます、はい、完璧ですね。美味しそうですね、はい、じゃあ早速お飲みください。はい、いいんですか？いただきます。
美味しいです。改めて金賞五感の味いかがですか？いや金賞五感の味ですよ。素晴らしい、美味しいです。普段は缶で直接飲まれることが多いというふうに伺ったんですが、はい、うん、サンド継ぎで注がれての金賞五感の味、何か違いとかは感じられますか？いや実は全然違くて、もちろん缶は缶で飲む、美味しさがあるんですけど、こう全然味が変わっちゃうんですよ。だから好みももちろんあると思うんですけど、まあ、私両方好きですけどね。でもよりこっちの方がまろやかになるから、これはこれで美味しいんですよ、はい、待ってる時間も含んで。そうそうそう、あの三度継ぎを覚えてからもう三度継ぎしかしてないです私。もうその待ってる時間もまた楽しみで、こう飲んだ時の美味しさがより一層っていう感じですね。富永さんの新しい法則の一つに入りそうですかね？あ、絶対入ります。飲む時は三度継ぎ。はい、では最後に、こちらのカメラに向かって、あの今回の動画のですね、視聴者 の、 あの皆様に、富永さんから一言、メッセージをお願いしたいと思います。はい、はい、そうですね、私なりの楽しみ方とか、あと簡単な、レシピも紹介してますので、富永愛流金賞五感本麒麟を家で楽しむ5つの法則、ぜひ見てみてください。